はい、どうも皆さんこんにちは、サトルです。今日はリトルビッグのチスターコートをご紹介しようというふうに思います。はじめに特徴を喋った後に、実際に着てご紹介しようというふうに思います。リトルビッグ自体は、テーラリングというか洋服の仕立てが、かなり綺麗な、ブランドになってまして、セットアップとかがかなり有名なブランドになるかなというふうに思います。で、今日ご紹介するのがこのチスターコートになってまして、で 20AW の今シーズンのアイテムになります。ブランドから割とチェスターコートって出てはいるんですけど、この形、この方は 19AW とかでも出ていたような、パッコのボタンが前についているタイプのチェスターコートですね。色は黒になります。真っ黒です。サイズは44というサイズ。要は S みたいな感じですね。このサイズになっていて、値段はだいたい13万円ぐらい。定価だとするようなものになります。で、特徴3つぐらいお話ししようと思うんですが、1個目がまずシルエット。ですね、これ着ればわかるんですけど、割とこう着丈自体も結構長いようなアイテムになります。一応ですね、ここの肩あたりから測って下の方までだいたい116ぐらいはあるので、普通に着丈116から8ぐらいの間にはなるかなと。結構長めなコートになるので、しっかりめなコートになりつつも、ボタンをですね止めるとウエストあたりがキュッとシェイプされてるようになっているので、そこのあたりのシルエットっていう部分が特徴的になっています。ボタンを開けた時にはやっぱこれダブルのコートにはなるので、そこがまたふわっとですね、少し、A ラインっぽくなると言いますか、横にこう広がるっていうようなところもかなり特徴になるかなという部分が、まず一つ目の特徴のシルエットになります。で、二つ目の特徴は生地になります。ちょっと動画で伝わるかちょっとあれなんですけど、生地自体はメルトン系の厚手の冬マンアウターっていう感じの生地になっていて、結構柔らかいんですよね。そこのあたりが割と特徴になってくるかなと思います。多分 19AW で出ていたこの形とのコートだと、もう少し生地自体は冬物ではありつつ、少しテロッとしてた感じかなと思うんですが、よりこう冬物アウターっぽくなっているのが、今シーズンこのコートになるのかなというところですね。で、最後3つ目の特徴はボタンですね。リトルビッグ他のアイテムも同じだと思うんですけど、一応これがボタンになります。で、割とですね、このボタン一つ一つにこういった形でリトルビッグっていう風に彫られてるんですね。で、これがチェスターコートの前の8つのボタンと、あとはここの袖の部分とかですね、このボタンにもちゃんとリトルビッグって全部入ってたりして、こういったところのボタンについてのこだわりっていう部分もかなり特徴になっているのかなと。もともとテーラリング自体がかなり綺麗なので、こういった肩の部分とかですね、最初にお伝えしたシルエットの部分とかかなりこう作り込まれているチェスターコートを突き詰めた感じに見えるものではありますが、こういったボタンの部分とかまでこだわり持って作られているというようなところについては、かなりこう素晴らしいアイテムを出しているなというふうに思いますね。一応ポケットとかの話をすると、このあたりに2つポケットがついてます。フラップ付きのポケットって感じですね。ラップがついていて、そこにポケットが入っています。あと胸に1つポケットがあると、あとは内側にポケットですね、内ポケットが1つ2つというふうに入ってます。裏地はこんな感じで、ガンメタといいますか、若干メタルがかったような色で、かなりこちらも綺麗で、キュプラーになってますね。こういった感じになります。で、裏地もかなり肌触りいいのに加えて、生地自体もすごく柔らかい感じになるので、着心地自体はめちゃめちゃいいようなアイテムになります。で、かつ長めでシルエットも綺麗、こういったチェスターコートになりますので、かなりこちらのアイテム自体は長く着ることもできるのかなというふうに思いますね。じゃあちょっと実際に着てみようというふうに思います。って言いました。サイズ44、S サイズ相当の、チェスターコートですね。着てみるとこんな感じになります。割と着丈は長めになっているので、こちらの方まで生まれているかなというようなものですね。後ろはセンターベンツが入っていて、結構お尻あたりまで入っているので、深めなベンツがついているかなというような感じになります。ちょっと最初もお伝えしましたが、生地がですね、柔らかくなってはいるものの、結構厚手になっているので、あったかくて結構ずっしりくりはするんですが、かなりこう着心地はめちゃめちゃいいっていうような感じになりますね、で、最初にお伝えしたシルエットっていうところも、開けているとこんな感じですね。ここはストレートに置いつつも、少しこう横に広がっているようなシルエットになるかなと思います。ボタンを閉めると、この
合わせがこうダブルで一気にキュッ、セイバーもあるので全部ボタン閉めるとですね、こんな感じになりますと、ウエストのここの部分が一気にこうキュッとシェイプされて、そこから下にスーッと前で若干広がりながら落ちていくみたいなこうシルエットになるかなというふうに思いますね。なのでここの部分のシルエットはかなり綺麗に作られていて、あとこの肩の部分とかもがしっかりはまっていてですね、なかなかこう他のブランドとかでもここまで綺麗なものってないかなというふうには思いますので、はい、チェスターコートの中でもドルビックのコートですね、すごくこうおすすめと言いますか、まあ、形だけ見てもすごく綺麗で、まあ、他のブランドとはまた一味違ったようなアイテムになるのかなというところがありますね。まあ、色も黒ではあるので、まあ、かなり着やすいかなとは思いますし、まあ、これ1枚着るだけでも冬場結構あったかいかなと思うので、若干今も汗ばむぐらい結構フィットしながら着れるので、ここはかなりおすすめかなと思いますね。まあ、一応この下にセットアップとかスーツっていうのも着れないこともないかなとは思うので、まあ、ちょっときつくはなると思うんですけど、生地自体は結構柔らかいので、まあ、少しでそこで、まあ、着ること自体は可能かなとは思うので、まあ、そういった真冬でめちゃめちゃ寒いみたいな時はセットアップとか、まあ、少し着膨れした上からこれ羽織るとかだけでも全然変わるかなとは思いますね。一応袖の丈とかこんな感じですね。前とかに出すと少しこう、まあ、ジャスト目っていう感じがしますね。はい、下ろすとこんな感じ。個人的にはこうラペルが大きいものってあんまり好きではないんですけど、このコートに関しては、まあ、それ以外の部分がしっかりもう洗練されているというか、本当に無駄が削ぎ落とされているようなですねコートになっているかなと思うので、着ていきたいなというふうに思うことにはなりますね。最近まあ着丈長いコート結構増えてるかなと思いますが、その中でもシルエットもちゃんと綺麗に出ているのでかなりいいことだなというふうに思います。はい、今日はリトルビッグのチェスターコートをご紹介いたしました。視聴がいいと思ったらチャンネル登録、高評価等いただけますと嬉しいです。ではまた。